い、参りました。皆さんこんばんは、秋葉北斗晶です。今日はね、大阪梅田に久しぶりにやってきまして、後ろに見えるのは阪急百貨店の梅田本店でございまして、ここは曽根崎警察の前でございます。ということで今日はどこ行こうかなと思って全然決めてないね。ということで久しぶりにこの梅田来たから、ちょっとこの梅田で飲み歩いてみたいと思うんで、早速行ってみよう。ということでさ、今東通り商店街歩いてんやけども、久しぶりにこの早い時間に来てたらさ、そんなになんていうの、空いてる店がないんやけど、ちょっとこういう店、ちょっとおしゃれにこういうチャーリーブラウン、ちょっとこういうとこ行ってみよう。乾杯いきましょうか。揃いました、揃いました、揃いました。皆さん乾杯しましょう。乾杯、はい、乾杯、乾杯、はい、乾杯、乾杯、はい、乾杯、はい、乾杯、乾杯でございます。うまいな、久しぶりに青木くんの登場でございます。乾杯。うまいな、うまい、ヒーヒーやからね、たまりませんよ。ほいで、ここね、あの、今お店の人に聞いたら、このなんていうの、ナッツ、これなんてやった名前忘れたけども、ピーナッツ、落花生、これいつ来ても食べ放題なんで、だからこんな器くれたんやけれども、ここに食べた殻を入れてなっていうことやねんけど、なかなか取れへんわ。切れた、取れた、こんな格好で。これで、これがね、お通しがなんか1人が400円らしいわ。400円、だいたい400円言ってはったから、多分上がるかも分かれんで、ね、それは分かれんけど、上がるかも分かれん、それは分かれん。まあそうやけど、これね、ピーナッツ、うまい。久々に見るピーナッツ頭、なかなか新鮮やろ。うまい、やってきました、チョリソーでございます。ではでは、行っときましょう。チョリソー、チョリソー言うたらウィンナーのことやな、行っとこう。うん、やっぱりパキッとウインナー、うまいわ、たまらん。これこれ見てもらうと、キンキンに冷えたるこのグラスよ、たまらんね、このビール。うまいって。うまっせ、うまっせぇぞこれ。これどうや、これ、うわー、これ、うわ、この塊、これどう、ちょっと切ってみようか、これちょっと切ってみたら、うわ、ドアップ、これがまた、ほら、これめっちゃうまそう。早速行ってみる、これ行ってき、行っとこう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 。あっ、やらかいわ、ラムチョップやか、ラムチョップはいいぞ。これで見る、うまい。ではでは、もう一つこのラムチョップな、これいっとこ、これ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 、横にめちゃめちゃドアップな彼がおるけど、一緒に今日飲んでるからやねんけどね、いっとこ。うん、ほんま、チョップチョップ、めちゃめちゃ柔らかいラムチョップ。これで見る、うまいな。でね、今日は大勢で結構飲んどって、若い彼がこんなにいてんねんけど、可愛い彼女がおるらしいんやけど、今日置き去りにしてきたらしいわ。はい、彼女に言うてけ、なんか、なんか愛してるよ。おい、愛の告白してドライすんねん。とりあえず、はい、乾杯。はい、はい、うまいな。そうでさ、今日ね、この店来たら、可愛い女の子見つけてしまって、私、可愛い女の子好きなんか。こういう可愛い女性見つけました。お名前なんですか。なおちゃん、なおちゃん、おいくつですか。25歳、25歳のなおちゃん、私と付き合うことになりました。いやいや、何年違うね。これ、なおちゃん何やってる人。普段はバンドやってる。バンド、バンドよ、これ、ほんなプロかなんかでやってんの。アマチュアではなくて。あ、アマ、
えアマチュアじゃないの？え、なんていうの？宣伝して、して、して IB カラー、カタカナで IB カラーです。よろしくお願いします。え、IB カラーっていうので検索して出てくるの？またよかったら、下の概要欄にリンク貼っとくんで、また見てあげて。そうで、このお店に来たら、なおちゃんに会えるんで、またよかったら、なおちゃんに会いに来てください。ラムチョップをこんな感じで切ってしまいました。これでいってみましょう。うん、うん、何やってんの？うまい。このごっついステーキ、脂身のステーキみたいな、さっきのラムチョップやね、ラムチョップやねんけど、脂身があるところ、めちゃめちゃそのホルモンチックな感じでめっちゃうまいわ。ほのかに塩味がしとって、なんていうの、酒好きというかホルモン好きな人はたまらんと思う。で、さっき食べたラムチョップの赤身のところは肉の歯ごたえがしっかりしとって、で、ちょっと、なんていうの、ラムチックだ、レアチックで、めちゃめちゃうまい。生肉チックでな、私生肉好きやんか。隣の青木君がなんで笑っとんだけどな。これで見ると生肉チック。はい、どうもだ。ということで、本日は東通り商店街のチャーリーブラウンさんにフラッと立ち寄って、みんな大勢で立ち飲んでみました。下回ってへんけどね、ほんまにフラッと初めて来たんやけども、何やろ、カジュアルチックな、インディアンチックなとこやねん。ほんまに何て言うかな、おっさんがちょっと似合えへんようなとこやねん。若い子が帰りそうなとこやねんけど、でも私おっさんでも行けるから、皆さん来てみて。で、おしゃれな料理が多い。さっき食べたラムチョップ、ラムチップ、ラムチョップ、チョップやな、あちょーチョップ、チップもうせんねんけど、チョリソウインナー、ああいうのとか、その何ていうの、洋風料理だから、居酒屋さんではないけど、ああいうちょっとおしゃれに、こう何ていうの、女の子を連れてきてデートとか楽しみはええと思います。まあ奥さんでもええやで、もうそれ以外の人はまた不密なことで誰連れてきてもええやけども、まあなんせおっさん一人でも来ても楽しいと思うんで、まだこの東通り商店街の近くに来てみては、立ち寄ってみていかがでしょうか。ということで、本日も長々ご視聴ありがとうございました。ということで、次回の動画もお楽しみに。さよなら。